ノルウェージャンスカイは NCL が運行しているクルーズ客船。本船はもともとコスタクルーズがコスタビクトリア級の拡大型2番船としてドイツのブレーマーブルカン造船所で建造していたもので銅造船所が所有しコスタクルーズがチャーターしてコスタオリンピアの船名で1997年により運行する予定であった。ところが 同造船所が1996年に倒産し、建造が中断。未完成の船体は、関在人によって売却され、NCL が購入することとなった。船体を購入した NCL では同じくドイツのロイド・ベルフトで建造を再開し、1999年7月28日、ノルウェージャンス階級の一番船として巡航した。戦果は3億ドル。 8月9日からの北欧クルーズでデビューし、その後、当期はカリブ海、下期はアラスカに就航していたが、2004年に NCL のアメリカ向けブランド、NCL アメリカに移籍することになり、プライド・オブ・アロハと改名、7月4日よりハワイクルーズに就航した。しかしこのハワイクルーズの業績が上がらなかったため、結局カリブ海に戻ることとなり、2008年、 ノルウェージャンスカイの船名に戻り、7月14日より、マイアミ起点のバハマクルーズに就航している。また、同系の2番線が2001年に建造された。ありがとうございます。